小井小鳥は日本の女性声優、作詞家、作曲家、京都府京都市出身、ピアレスガーベラ所属、高校生の時にナレーションの仕事をしたことがきっかけで声優の仕事を志す。知人の紹介でメイクモデルのバイトをしたことがあり、そのつながり、紹介から声優になるきっかけをつかむために、関西でテレビや CM のナレーションなど様々な仕事を経て、 声優になった。2011年末、テレビアニメ、青の払い増し、吉国役で、テレビアニメデビュー。翌2012年、テレビアニメ、女子楽にて、自身初のメインキャラクターを務める。2013年、テレビアニメ、男性分離のクライムエッジにて、初のヒロインを務める。また作詞家、作曲家としても活動しており、声優の田中里恵に、 楽曲提供をしていることを公表している。金田智子が MC を務める金友王声優ラボに出演した際は番組をイメージした楽曲、天才、金友ラボを作詞、作曲して披露した。自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、節と祝の断裁分離のクライムレディオでも楽曲を披露している。同じく自身の出演作、アイドルマスターミリオンライブ。 においても、キャラクターソングを提供、制作している。肩書きは、カンパケ納品できる唯一無二の声優。学生時代にネットゲームを遊ぶために、パソコンの知識や自作パソコンの知識を学んでいったため、それらに関する知識が深い。ミリ検定2級を取得しており、2016年11月にはミリ検定1級も取得したことを公表している。 2018年1月にはダイビングのライセンスを取得したことをブログで報告している。DTM ステーションのネット配信番組である DTM ステーションプラスに何度かゲストとして出演したり、2018年7月からは自身が MC や番組 BGM 作曲を務め、DTM や音響といった話も交えたラジオ小鳥の音が配信されている。 同番組の13回放送の生放送で、ブラッドステイン・チャイルドのメンバー・リュートのメタルバンドユニット DAW のデビュー発表、上野優香との言うことの結成発表、所持している音楽機材を使用した DJ 活動の開始が発表された。2019年4月2日には人口上位2%の知能指数を有するものの交流を主たる目的とした。 非営利団体であるメンサの会員になったことを報告した。K-PRO01 上記のような作詞、作曲や DTM 活動からオーディオ関連に造形が深く、2020年にはオールテック開発の音楽ゲームプレイヤー向けの優先、無線兼用イヤホン K-PRO01 の商品企画に参加。同商品の幕開けでのクラウドファンディングプロジェクトは、目標金額300万円に対し、 1>, 1億円超の支援が集まっている。同年10月20日には自身がプロデュースするエーズマー音声レーベルコトネーロを発足している。2021年3月6日第15回声優アワードにてインフルエンサー賞を受賞した。愛称はコッコちゃんなど。膝まである長い黒髪をしている。アニメポケットモンスターのピカチュウが 泣き声だけで気持ちを伝えていることに感動し声優に憧れる。声優という仕事が大好きで100歳になっても続けることが夢と語っている。生まれ育った家庭環境ゆえに京都弁、大阪弁、広島弁の3つの方言を話すことができる。のんのんびよりシリーズで共演した村川り恵、桜あやね、あすみかなと仲が良く、リエション、あやねる。 アスミガミと呼んでいる。太字はメインキャラクター。はインターネット配信。はインターネット配信。ありがとうございます。